はいどうも、のびりょうたギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらのリッチな気分が味わえるプチ袋でございます。こちらダイソーで購入することができるんですけども、その隣にですね、こちら以前紹介させていただきました、ペイントマーカーということで、白のペイントマーカーなんですけども、こちらのですね、まあ、クレジットカードに見えますよね。リッチな気分が味わえるということで、うわ、このカードめちゃめちゃいいなと思って、正直ねちょっと開けてみたいと思うんですけど、この黒いにこの白だともしかしたらめちゃめちゃ書き心地いいんじゃないかっていうか、めっちゃ可愛いデザインになるんじゃないかと思ってね、このセットで実は買わせていただいたんですけども、まあ、前回の動画ね、こちらのペイントマーカー見てくださってる方だと、もしかしたらですね雲行き怪しいんじゃないかなと思います。正直僕もめちゃめちゃ雲行き怪しいでございます。なぜかというとですね、まあこちらのね、詳しくはこちらのペイントマーカーの動画概要欄に貼っておくのでそちら見てほしいんですけども、実際ね前回の時はまあこちらに書いてないから何とも言えないんだけども、紙との相性はそんな良くはなかったっていうのと、ちょっと匂いがすごかったっていうのがあるので、ちょっと気になるところではありますけども、まずはちょっとこちらよりもこちらをまずは紹介していければなと思います。ではスタートいたします。はい、始まりましたけども、今回ねこちらリッチな気分のね味わえるプチ袋でございます。プチ袋って言ってましたっけ？なんかあのポチ袋ではないのかな、ちょっとその辺のね日本語が分かんないんですけども、こちらねまあ1個出してみて、結構さこういうもうこれパッと見クレジットカードじゃないですか。普通にここのね、まあプチ袋っていうのかな、ちょっとポチ袋っていうのか分かんないけども、まあお年玉とかねこうやって入れる時あるじゃないですか。入れる時っていうかね、年末になってくるとみんなワクワクするようなこういうとこに入れてこうやって渡すみたいな感じですよね。でもさ、これもし仮にこれにお年玉入れてきたらさ、なかなかねこれあんまちっちゃい子別に喜ばないんじゃないかなとか思ったりするけどね、もっと可愛らしいのがいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こんなね形でですね、猫なのかちょっとねなんか違う動物なのかちょっとよくわかんないですけども、まあ、こんな感じでですねちょっとふてぶてしい感じはしておりますけど、ワイン片手に持ってるからね。でこことか結構ねめちゃめちゃねクオリティ高いなと思いますね。そして心ばかりってなんだ、リッチな気分株式会社さんでございます。見て郵便番号 777-77X7 真心と中央区金融機関風センター、お問い合わせ財布を潤すでいいのかな、研究所品質には万全を期しておりますが、袋の中身が入っているかどうかや金額につきましては送り主様次第となります。上限額はありませんが袋が破れないようにお気をつけください。ちょっと逆要素入ってるやん。そして現金が入っている可能性が高いため、水に濡らしたり落としたりしないように大切にしてね、優しいね。でここにもですね、まあ、実際ここにね自分の名前書いたりするんですよね、カードでね。でポケットマネーって書いてますね。確かにうまいな、ポケットマネー。魔法のカードでリッチな気分って書いてますね。心ばかりって書いて、ね、まあ普通にクレジットカードみたいな感じでございますね。今回はねこうやってね絵描いてみたいと思います。結構ね紙としては分厚くて丈夫でございますね。なんかどうなんですかね、僕こういうのあんまりねやったことないんですけども、まあ皆さんね、まあ実際もっと可愛いやつあるでしょうと思うけど、僕はねちょっとねいろいろダイソーにもたくさんあったんですけど、その中でもうわクオリティ高っと思ってちょっとこれにね描きたくなっちゃいまして、ちょっとね絵描かせていただくんですけどね。まあ正直もうねプチ袋に関してはもう正直紹介するもの別にないな。まあ紙なんでね、まあ紙でございます。ちなみにこれメイドインジャパンだって、日本製でございますね。まあ容量、まあ中身はですね5枚入っております。でこちらね今回使っていくので、ちょっとね、まあ、実際こちらどうしようかな、普通に絵描いてみたいと思うんですけども、一回ここに試す、もう1枚あるんでちょっと試してみましょうか。じゃあちょっと画角近寄ります。はい、画角近寄りました。ちょっと描いてみたいと思います。ちょっと振ろうかな一回。よいしょ、買った、オッケー。ちょっと一回やってみます。前回の紙とはねちょっと違うんでね、どんな感じになるかやってみます。線引きますね、まずは。せーの、よいしょ。あ、へえ、前回よりはいいかもしれない。前回よりは相性がいいですね。ただ今回はですね、このクレジットカードに絵描くんですけど、実際さこういうとこに文字入ってるじゃないですか。
こうやって文字とかここにね文字書いてるから、本当だったら、まあ、この文字に被りたくないところではあるけども、今回ね、まあ、この金だけは置いとく形にして、それ以外はもうね僕のデザインで上から塗りつぶしていこうかなと思います。またそれもね違うね、まあ、ここにね文字とかたくさん入ってますけども、その上から重ねたイラストっていうのもなんか新鮮で新しいんじゃないかなと思うので、ちょっとね僕もね経験としてやってみたいっていう気持ちがあったので、今回ねやらせていただきたいと思います。まあ、前回の動画とね比べていただければですね、普通にこっちの方が発色いいですね。ただなんかどうだろうね、つきにくさ、なんか滑らかさはね前回の方があった気がしますけど、まあ、今回ねちょっとこちらにね絵描いてみたいと思いますので、まあ、皆さんどんなデザインになるのかっていうのはね楽しみつつですね、まあ、皆さんもよかったらね、まあ、実際こういうのに絵描くとしては、まあ、白っていうよりも普通にねなんかなんて言うんだろう、これ黒だけど他のね白とかの方が、まあ、ミリペンとかでやった方が楽しいと思いますね。なんか以前にも僕ねミリペンでやったことあるんですけども、それはね結構ね、まあ、明るい黒だったので、黒のインクだったので、それ以外の白いねプチ袋に書かせていただいたりはしたことあるかなと思います。まあ、今回ね逆にね黒にそして白いペンで書かせていただくということで、どんな感じになるかはお楽しみください。ではね皆さんと一緒にもうここからはイラストメイキングでやっていこうかなと思います。まあ、実際にね、すぐにねこれデザイン終わっちゃうんですけども、皆さんにとってですね、まあちょっとでもなんかね、あこういうデザインになるんだって思いつつ、皆さんもぜひね自分だったらどう描くかなっていうのを考えながらね楽しんでいただければいいかなと思っております。ではスタートいたします。どんな世界になるのか皆さん最後までお楽しみください。ではスタート、始まります。Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing.I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is thisI'm just as surprised as you.
い、このような形でですね描くことができました。いかがでしょう皆さん。このような形でですねオリジナルなですねプチ袋、リッチな気分が味わえるクレジットカードができました。なんかね、将来というか自分のデザインがクレジットカードになったりしたらさ、めちゃめちゃすごくないですか。もうなんかね、クレジット、まあ、まあ相当ですけどね、クレジットカードにデザインされるぐらいのね、もう大きいっていうか正直有名だったらいるんですかね。まあいるか、さすがに何かしらのね、めちゃめちゃ有名なねアーティストさんとのコラボ商品みたいな、コラボ商品ではないか、クレジットカードのデザインとかありそうですけどね。まあこんな形でですね、僕なりのですねデザインを加えさせていただきました。まあこう見るとこのね、まあ実際ペイントマーカーね、匂いはめちゃめちゃ臭いんですけど、絵描いてる時はめちゃめちゃ臭かったんだけども、こう見るとなんかね自分なりにですねよくね描けたんじゃないかなと思っております。ちょっとつきにくいとことかもあったりしたんだけども、なんかね重ね塗りしていくと同じとことかはね、こことかね結構重ね塗りしたんですけども、重ね塗りまあ2回3回塗るのと1回しか塗らないのだとやっぱり色の濃さが変わってくるんだよね。そういうのでちょっと強弱つけるとですね、よりねなんかね自分の世界観をね演出するにはですねめちゃめちゃもってこいだったなと思っております。めっちゃ楽しかった。まあこれねまたね自分なりに描かせていただいたんですけども、これとか額縁飾ったらめちゃめちゃ可愛いなと思うんですけどね。まあこんな感じで、まあ、正直僕はですね久々になんかこういう形のねまあプチ袋に描かせていただきましたけども、めっちゃ楽しかったです。皆さんもねぜひねダイソーとかにねプチ袋売ってますので、自分なりのオリジナルな世界をね描いて、そしてねそこにお年玉とか入れてさ、それでねお届けするっていうのもある意味めちゃ新鮮かもしれないですね。まあ、実際それがね喜ばれるかどうなのか、むしろこういうデザイン描かれたらちょっと怖いかもしれないんだけども、まあ自分らしくね可愛らしく描けたら、それはそれでもらった方も嬉しいんじゃないかなとか思ったりしますけども、まあそこら辺はまあ相手との関係値とかあると思うんですけども、まあそれだったら普通に可愛いデザイン買った方がいいのかもしれないけどね。まあ実際僕はこうやってね描けたので最高に良かったなと思っております。まあねこのペイントマーカーもね前回ねまあ僕の中ではあんまりおすすめしないって言ったんですけども、まあ匂いとかもあるからずっと長時間絵描くのには難しいかなと思うんですけど、こんぐらいだったら、まあ、まだ我慢できるかなと思います。ただし換気とかちゃんとしてくださいって感じでございますよね。まあ、実際こういう風にですねプチ袋を描けたのは本当に良かったなと思います。ということで今回はねこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんもぜひよかったら、まあ、オリジナルなデザインをですね、別にプチ袋じゃなくてもいいんだけども、何かしらノートの表紙とかにね絵を描いたりとか、本当にねいろんなところに絵を描く場所ってあると思いますので、ぜひ自分なりにわこれに描いてみたいなって思ったら、その気持ちに従ってですね絵描いていただければいいのかなと思っております。では今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。めちゃめちゃ最高でした。また明日以降の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you です。バイバーイ。